今年初戦の岩田翔吉です。第3ラウンドが始まりました。左のボディ、このラウンドも踏み込んできます。青のジェローム・バロロ、9歳の頃からキックボクシング始めた岩田翔吉、左のボディ、右のストレートを返していきます。中学2年生の頃にボクシングに転向しました岩田翔吉です。おー、ナイスカウンター、一発、ニヤッと笑ったのはジェローム・バロロ、ただ立ち上がりました。いや、今のカウンター素晴らしかったですね。右のストレート一線、早かったですね。右のボディ効いてますよ。効いてますか、はい。右のフック、焦る必要はないですけど、はい、効いてますね。右が一発決まりました。残り2分13秒まだあります、このラウンド。左、右のアッパー、右のアッパー、左のボディ、さあラッシュをかけていく、左返し、左のボディ、ジェローム・バロロ膝をついた、ボディ、立ち上がれるか、10カウントをつきました。岩田翔吉、再戦を3試合ぶりのノックアウト勝利で飾りました。いや、最後のボディ見事でした ね、 ねタイミング、なんか岩田君らしい飛び込みながらのボディでした ね、 ね、はい。となるとなかったです、ね。セレさん、この再起戦としてはもうなんて言うんでしょう、最高の結果と言いますか。いや、これだけ振ってくる相手、パンチのある相手に対してね、まあ、本当、まあ、いい試合ですよ。そうですね、山中さん、チームの後輩でもありますが、はい、今後に向けても非常にいい内容の勝ち方ではありませんか。そうですね、再起戦で本当にあの実力のある選手相手に、非常にいい内容だったんじゃないですかね。レフェリー飯田哲也が10カウントを数え上げたタイムは3ラウンド1分7秒、3ラウンド1分7秒、ノックアウトによりまして、勝者、赤コーナー、岩田。勝利、再び世界へ羽ばたけるか、岩田翔吉、再戦後、3試合ぶりのノックアウト勝利で飾っています。今対戦したジェローム・バロロと抱き合うシーンも見られています。セレさん、改めて最後のフィニッシュのパンチなんですが、はい、右のストレート一線、そしてボディでしたね。ですよね、どちらのダウンもですね、まあ、本当岩田君らしいパンチなんですよ。それが見られたのが良かったですね。そうですね、はい、相手の心を打ち砕く、この右のストレート、そして最後の左のボディでもありました。上に意識がある中でここで 下ですから、相手はちょっと見えてなかったかもしれないですね。なるほど、この左のボディです。山中さん、どうでしょう、前回のその鬱憤を晴らすかのような、はい、今回の勝ち方になりましたね。そうですね、まあ、岩田選手本人も、まあ、気持ちよく、KO できたし、また、再起としては最高の、スタートじゃないですかね。そうですね、さあこの後は